こんにちは、新井住吉です。今回はプロダクションモデルにおけるサスペンションの動作不良についてとその対処方法について紹介したいと思います。サスペンションがスムーズに動作しない原因として現在分かっていることは、サスペンションスライダーが位置の締めすぎによって歪んでいる可能性があるためです。またサスペンションフレーム内部のベアリングがうまく動いていない可能性があります。対処方法は2つです。サスペンションスライダーを締めているネジを締め直す、可動部に注油を行う。これらのことを行うだけでもサスペンションの動作は大きな改善が見込めます。それでは私が行った一連の作業を見ていきたいと思います。まずはサスペンションの空気を抜きます。ポジティブチャンバー、ネガティブチャンバー両方の空気を抜いておきます。ペダルを外します。ペダルを外すにはここの M3 のホロセットを取り外します。ペダルはこの M3 のホロセット1点止めになります。したらこちらからペダルの軸を叩きます。この部分にホローセットを押した跡があるので、どちらにどのようについていたか分かると思います。で、これでペダルが外すことができます。反対側も同じようにペダルを取り外します。この4つのネジ、この4つのネジでこのペダルハンガーがサスペンションバーを挟むようにして止まっています。この2本のサスペンションバーに余計な応力がかかっている可能性があります。そのためにサスペンションがうまく機能しない可能性があります。ですのでこの4本のネジを一度緩めてリリースした状態にします。そうしてから再度サスペンションの動きを確認します。これがネジをリリースした状態になります。リリースした状態を確認したら再度ネジを締めていきます。ネジは対角に力を均等に加えながら徐々に締めていきます。ネジを締めた後でリリースした時と動作が変わらないことを確認します。注油を行う部分はサスペンションフレームのベアリング可動部と2本のサスペンションスライダーの上部と下部になります。